本日はクレーム冷蔵庫岩月にご来店いただきまして誠にありがとうございます。ということで、この可愛い夏日の夏の日のエムちゃんを撮っていきます。今のでアームの可愛いですなんとなく読めたんで、ギリギリまで右アーム乗せて箱が立ってくれれば嬉しいって感じです。立ちました。で、あといかに箱を倒さずに景品に角度をつけていくかって感じなんですけど、これ寄せ甘め派とがっつり寄せる人出ると思うんですけど、僕は結構寄せ強めでやってみます。大成功です。理由としては景品が長細いというのと、あと表重心だと倒れにくいですね。奥はもう景品バーに落ちそうなんですけど、手前がだいぶ残ってるんで手前を寄せて、これ移動限界なんですけど、ちょっと弾いて手前を外していきます。こんな感じで落ちそうな奥側を外しちゃうと、そのまま角度がついて谷にはまるだけになっちゃうんですが、こういう締める力が強い店は結構残っている側を締めてあげるとガツンと落ちてくれます。一回ちょっとバーッとしてみて、バーッとするとパワーが強くなる設定が多いと思うので、はい、バーッとできませんでした。大きいアームに対して景品が小さいので、しっかり重心を捉えたり爪を使ってあげないと、なんか大きな動きは出ないイメージですね。さっきの動きから見ると下側もそうなので、一回バランスキャッチ狙ってみます。失敗しちゃったんですけど、景品自体が一気に手前に来ました。もう一回手前に引っ張って奥を端の間にはめていきたいです。できればバーに当てたり、バーに当たりました。うわー、超予想外。この角度になったら手前に引っ張ってもあんまり効果なさそうなので、奥がっつり狙って箱一気に横にしていきます。でバーに当てる、締める力で動かします。あ、めっちゃいいっすね。ちょっと止めかけですね。で左で引けば、もう一回よし、左の締める力で落とすイメージです。おお、やりました。ということで、本日万来書店岩月店さんにヤバすぎる3名と一緒に来ました。ヤバすぎる1名です恒例の対決企画、芸術展対決ということで、出た。どう撮ったか、だって手数じゃなくてどう撮ったか、どういう見せ方で撮ったかっていうのが加点式で、はい、了解です。で、勝敗は、まあ、視聴者さんにコメント欄で この人のここが良かったよっていうのをコメントしていただいて、はい、一番投票数多い人が勝ちという、お、芸術対決。こんなのあれですよ、シャシさんからしたらもうすでに芸術高いんじゃないですか。もうゲットしたみたいなもんですもうちょっと頭撫でて、いい子いい子してこう、つまむ、下に入れないんですね。下に入れる時代は終わりました新時代です。新時代ですね新時代が怖いか了解。今度はこうやってバーに当てるんですよ。一般的なプレミアムと違う攻め方をされますね。はい、バッ、おー、綺麗に横にしていくんですね。そうです。で、大きい動き見せると、はい、やっぱスカート履いてるんで危ないんで、あんまり箱を大きくずらさずに、ゆっくりゆっくり手前を沈めていくっていう、ほう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 、やり方をやってますねで、やり方やってると、はい、まあ、あんま大きく動かすと風紀委員に怒られるんで、あー確かに、はい、まあ、ただですね、派手ですからね、彼女は。オッケー、頭髪検査こんなん引っかかりますからね。余裕で引っかかる、余裕で引っかかるんでしかもそれはね、犯罪なんで存在なの。ゆっくり、丁寧に当てみます。いいね。こうやって、
はい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 、徐々に手前を沈めていく。結構なんか積みみたいなあるじゃないですか、この形、はい、ちゃんと進むんですね、割と沈みます、パワーが強いんで。いいっすね、それは。まあ、やってる。おおい、キリッと回したんですけど、はい、スカートなんか見えなかったですよね。見えてないです。これです。あとはまあ、はい、はい、手前沈めたい、手前沈めたい。あー、でもいいんじゃないですか。はい。おお、こんだけ動かしても、はい、決してスカートの中は見せない。はい。これですかね。ここです。これめちゃくちゃ大事。滑ってる。攻めるな。ハンターマウンテンぐらい滑って。ハンターマウンテンぐらい。おっ、おい、いいですね。側面を回していきたいんで、バーに当てる、奥側に当てる。はいはいはい。お、当たった。撫でるようなアームサラ。締める力で回す。おお、うまい。で、あんだけ勢いよく回ったのに、はい、スカートの中見えてない。コンプラも意識してます。芸術ですね。はい。ということで、はい、今の撮り方、ぜひ皆さんちょっとね、コメントで。コメントで。ちなみに、めちゃくちゃあのディスプレイがいいです。これはあの岩槻店さんの芸術店ですかね、これは。あ、僕じゃないですか。僕じゃない。岩槻店さんの芸術店です。すいませんでした。僕のターンで、はい、あ、わかんない。あえてやっぱり手前から行きます。はい、はい、理由ですか。理由あります。当然あります。なぜかというと、やっぱ丁寧な丁寧なクレーンゲームがしたいんで。はい。結構このお店はやっぱりあのパワーが強い、はい、有名だと思うんで、クレーンゲームの生と動を、はい、僕は押していきたいんで、もうこれ動ですね。生と動の繰り返しですよ、クレーンゲームは。次生です、予定では。あ、でも正ですね。ですね。おお。なんで。おい、スレスレ。おお。スレスレ。滑らせるんですね。大事ですよ、スレスレ。めっちゃ締めるな。ああ、左の爪を使ってきます。バーで止めます。左の爪を止め。やばい。やばいって言っちゃった。やばいって言っちゃったけど。あ、でも結果で。結果が全てですから、芸術は。同じような形で、はい、攻めさせていただくと思いきや、思いきや刺していく。で、胴の動き、あ、いいっすね。いきますよ、これ奥で止まる。ほら、止まってます。止まりますよ。キュン。おお、どっちが良かったか、皆さんぜひね、コメントで教えてください。お願いします。ありがとうございます。じゃあ、続いてのゲストはコッシーさんに来ていただきました。うん、違う、コッシー、コッシーポッター。うん、で、何をすればいいんだね、今回このチェンソーマンのデンジを芸術的な撮り方を見せてほしい。芸術的に撮ればいいんだね。はい、オッケー、任せて。セッタのテンプラ。結構攻撃的っすね、魔法が。うん、攻撃的にバチーンってやって。うん、知ってる。うん。芸術的に撮れそうだけど、ハマっちゃった。一瞬もください、違う。どうぞ。これ次映してもらったときに落としてるって約束するんで、はい、そっちに戻っておいてもらって大丈夫。わかった、うん、やるね。何も考えずに魔法をかけるんだよ。うん、セクタのテンプラ。攻撃的ですね。タムナットラ、アルマゲドン、ボッセガベネタ。それブランド名ですね。バレンシアガ。魔法じゃない、バレンシアガ。おお、これが芸術の形。バレンシアガ聞きましたね。これがバレンシアガ。重心を逆さにする魔法、バレンシアガ。みんな覚えてほしい。ディオール足りないか。ミスディオールじゃ安かった。いや、これ次移してもらった時に、はい、落としてるって約束するんでそっちに戻っておいてもらって大丈夫。まだ映さないでください。もうちょい高額。テスラ、車、テスラ一気に値段跳ね上がりましたよ。ベントレ。おお、これがベントレ。値段が上がると取れるんですね。ちなみにやめました。藤野さんにミスリちゃんを、はいはい、より芸術的な撮り方を撮ってほしいというルールで、はい、あー、わかりました。全部が採点対象ですね、多分今から行きます。なんかね、まずはこう。まずはこう、はいはい、見に行くっていう。見に爪の、これ分かってくれますかね。なんか左爪が若干こう角度がついて、この辺に当てることで、はい、この左爪に角度をつける。いや、そうなんですよ。このしっかり正面だったかなと分かるんですけど、はい、ちょっと角度違うじゃないですか、左右。違いますよ。これが果たして最初からそうだったのかどうか。ガバッと取っちゃいます。はい、勝負よりも大事なことがあるっていう。
はい、これも芸術点に入る。はあ、いいですね。撮り方を多分先に言ってる方が見る人からすると芸術的かなと思うんで、目的には、はい、このまま奥を左に振っていって、はい、で景品をもう手前に持ち上げつつ左にパッタン、はい、します。おお、未来を言う、未来を言いつつですね、これで多分大丈夫じゃないですか。初手とかで大体こう形は、おお、次はここが綺麗にこう左にスッとこう、あまり浮き上がらずに左にスライドします。あまり浮き上がらずに左にスライド、あまり浮き上がらずに、あんまりクレーンゲーム使わない表現なので、あんまり浮き上がらずに、どうか宣言通りあんまり浮き上がらずに落ちたってところはポイントに入れてほしいです。おー、ちょうどクリエイターさん3名に取ってもらったんで、はい、まあ、より高いと思った人をコメント欄にコメントしてほしいです。お願いします。